お疲れ様です。日曜日家族ご飯、今日はこちら、ね、今ただいまもう7時半でございますけども、7時ぐらいに、生協に行って買ってきた、またも今日も半額でございますよ、ね、おや、うん、おやペロしたの逃げた、ね、うん、ペロ逃げ。さあ、お刺身でございます。お刺身4点盛り、これでね、半額なんで200円の計800円でございます。そして、刺身の中にね、刺身の真ん中にカレーを入れ、レトルトカレー入れるっていう、このね、この和食に対する暴力、うん、ね、匠ね、師匠クラスの匠だったらもう褒めるか怒る、もう何、刺されるかどっちかのね、この刺身の真ん中にカレーっていう、めちゃくちゃ褒められるか、刺身包丁で刺されるかのこの強制二択。そして、ね、今日はね、冷凍庫の奥に、ひっそりと佇んでいたローズハムのあの長いやつね、コストコで買ったやつ、どうしよう、あいつらいるうちに使えばよかったっていうやつだけど、もう生涯に使うしかねえ、うん、湯煎して中まで火を通してハム状態にして、厚切りとんかつステーキだ、うん、ね、カレーと合わせね、どうだ、これが究極の和食だ、うん、現代でな、うん、ね、さあ、あ、今日丸いよこれ、丸いやつ、それでは早速いただいてまいりましょう。日本作ったでしょ。ちゃんはいいものしか作らないんだぜ。この2台のトラックから茶色伸びてますよね。この間に鉄の円柱筒みたいなのがあって、それを接着剤でつけてあります。あれをトラックで引き上がすことができるかどうか。美味しそうだね。
時のトラックの感触で。5,000円、6,000円ですよ、これ高い高いよね、うん、回転台のやつなんてこれ回転するのあるんだわぁ1,200円ぐらい安いでしょ、あんま風当てんでない今日のお供はね、新発売のストロングゼロダブルメロンアルコール 9% ね、ストロングゼロ回転するんだ、うん、これどっちでもやれるんだ、そう、さて美味しいんかな、俺ストロングゼロ嫌いだけど飲んでみるのこれ、そう、お試しで飲んでみる、ビールじゃないの、そう、これチューハイ、ビールじゃないけど、うん、匂いはメロンだね、匂い嗅いでみる、これ、あ、これは飲みやす、うん、嫌な味しないな。乾くから風で。僕はカレー。おばあちゃんもカレー。僕はこれも好きだよ。これカレーだよ、くーちゃん。スプーンちょっとない。センキュー。うん。さらくーちゃんはこれ。お刺身食べる？くーちゃんは自分で入れるっしょ？これさ。あ、ストロングゼロでもすごい匂いする、ダブルメロンうまいかも、全然大丈夫、いただきます、しめサバからいくかな、いただきます、ご飯最後に仲間ある、うん、美味しい、これは締めた、次はタコ行きましょう、タコでないですね、ブリだね、使い方してる、これは何、これはニシン、水で満たされた2つの計量カップだ、この2つをくっつける、すると不思議なことが起こるんだ、見逃すなよ、チェイの決め顔はさておき、2つのカップをくっつけたチェイ、あ、これ美味しいな、ストロングゼロ、うん、しかしできる 9% もあんの、すごいね、
ドロングやね。うん、なにこれ表面張力。そんな水がついに浮くんだって。これじゃ実験だよ。クイズね、理科だけど学校だから教えてくれないんだよ。ぬるくてもうまいわけないでしょ。うまっ。7回と2000で3時間。うん、ほんとに長っぱいです。ほんとこれクニのご飯で、こんだけ厚くてこんだけ柔らかいのはね、難しく取れない。コロッケみたいですね。でっかいコロッケみたい。これよく食べちゃう、お腹いっぱいになるんだ。やばいぞ。うん、顎関節症の人食べれないね。そうだね、食べれるでしょ。開かないから。誰やって顎関節症の人、まさやか。うん、肌外せるんだ。これ一つ食べ、カレーつけたの？これもおいしいよね。うわ、いただきますって言ったから。言ってた、言ってた。言ってなかった。ふっちゃん言ってなかった。言ったくよ。おいしい、ちょっと生臭いな。なんで？ブリ。あ、あぶね。あ、見せてみようか。うん、決めたから。うん、決めればうまいな。水とかじゃなくて、ね、お前は高い。
ってヒントってのが取れたことない。授業とんかつでこんな厚くて、あれをしてるの？いいかに水で今流れていく。広瀬さん触りますか？嫌ですね。何ですかねこの癖ね。昔はこうホワイトなデンジロとダークなデンジロが戦ってホワイトホワイトが最近のホワイトが行方不明。つめちゃん落ちちゃうよ。
シャボン玉とか操りたかった。確かに。これあったけどな。あ、そう。うん。どうしたんだろう。どうしたんだろう。Yeah.
好きやね。なるよって。死ぬまで健康。紙に火つかないんだ。なんかこれ学研と科学であったんだ。これも昔ね、カパタンがねついてきたの。カパタン、カパタンってね、チャレンジかな。消したみたい。
唐辛子が鼻に入ってくしゃみ出てで、くしゃみ出るの2ケスったら唐辛子が気管に入るっていうごちそうさまでした。毎度。じゃあ。